さて、今日も今日とて開封をしてまいりますよ。藤屋カメラさんでまたまたやってしまいました。いやー最近ほんとね、存在が過ぎるんですけども、まあ、これはね、ちょっとね、買わざるを得なかったんですよ。よいしょ。さあ、来ました。フォークトレンダー。これは藤屋カメラさんのね、保証証シールですけども。さあ、ノクトンヴィンテージライン 75mmF1.5 アスフェリカル。これ富士屋カメラ動画館に遊びに行った時に試していたレンズのうちの1本です。どうしてもね、我慢できませんでしたね。1本目は順当なね、シグマの 24mmF1.4L マウントっていうやつを買ったんですけど、どうしてもこのね、 75mmF1.5 のこの佇まいと、それから写りフィールの良さ、それが忘れられなくて、じゃん、今回僕が購入したのはこの教頭がシルバーでございます。うえへへへ、ド派ですなこれ、ド派ですなこれ。こちらがメタルのレンズフードなんですけども、これがまたかっこええんですわ。これフォークトレンダー、これね、これどう、あ、ねじ込み式なわけですね。いやー、やべえな、この佇まい。これやばくない？かっこいい。この、ニュ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 っとこう、繰り出してくるこの、フォーカスね。これ絶対フォーカスブリージングひどいやん。そして、絞りね。ここが絞りね。一応クリック感があるんですけど、なんかマイルドですね、クリック感。カチ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 っていう感じじゃなくて、カタ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 っていう感じの。聞こえますかね、こういう感じですね。とりあえず保護のためのね、こちら健康プロワンデジタル、まあ、普通の、プロテクターですね。これ買ってきましたんで、いやー、これはちょっとね、ほんとね、買わざるを得なかったんですよ。買わざるを得ないっていうか、別に買わなくていいんですけど、別にそういう、仕事でどうしてもいるとかね、そういうことではないんですけど、いや、たまんないですよ、これ、ほんと。で、僕はこのね、単焦点で 50mm 以上のものを買うっていうのも、まだこれ初めてのことなんですよ。75mm 結構長くないですか？で、しかも 70mm 付近って言ったら、要は、ズームレンズでね、カバーできる、なんか、ポイントじゃないですか。まあ、それは前の 24mm の時もそうだったんですけど、24mm70mmF2.8 っていうね、第3弦の真ん中っていうのがあるじゃないですか。だから、だいたいその 70mm 付近はもう 70mm2.8 で終わらせてしまうっていうことが多いと思うんですけども、あえての 75mm の単。これを買うっていうね。いや、これでね、僕は撮りたいものがあるんですよ。まあ、撮りたいものっていうか、ワクネコ羊毛フェルトさんなんですけど、ワクネコ羊毛フェルトさんの動画に新しい息吹をね、吹き込むために、ちょっと、今回購入しました。あー、これ、ここさ、この縁がシルバーなのがかっこいいのに、黒を買っちゃったのはちょっと間違いだったね。シルバーにすればよかった。ここシルバーにすべきやったね。うえへー。そして、後玉。このフォークトレンダーの V のロゴが刻んであるかっこいいリアキャップです。はい。マウントは、VM マウントですね。この特徴的な、バヨネットなんですけども、特徴的なこの切り欠きがある。これは、ライカの M 型と、共通のマウント。フォークトレンダーのマウントはそこに V がついて VM マウントというものですね。はい。こんな感じでございます。いやー、もう、
こうやって見る限りただの筒って感じなんですけど、ね、でこれはもちろんこちらのねルミックス S5 に取り付けるわけですよ。で、マウントコンバーターは、こちらねライカのズミルックス 35mmF1.4 ですけども、ここにね付いてるんですね。よいしょ。はい、これがね焦点工房の LM から LSL マクロというヘリコイド付きのマウントコンバーター、ライカの M 型レンズを、ライカ L マウントに装着するためのものです。はい、そしていやかっこいい、やべえやべえ、これどうすかどうすか、このザ変態という佇まいどうすか、バカだね、黒いカメラに銀のレンズバカだねこんなことしないんですよ普通は。そして、このレンズフードがまたこれ渋いでしょ。このレンズフードはこのレンズの中のネジにこうねじ込みタイプなんですね。こういう感じなんですね。このネジは何すか、ここのネジは何でしょうか。え、はぁ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 、あ、そうあ、そうレンズフードを取り付けるためのこのリングが別になってるんですね。それをまずレンズに取り付けておくわけですよ。こうやってこんな感じで取り付けておきます。そうするとこのレンズフードがガポッと入って、この上側にこのフォクトレンダーのかっこいい文字が来るようにしておいて、ここのネジを締めて止めておくと。やべやべやべ、うーわーかっこいい、これはかっこいい。もうこれ見た目ですよね。まずこのものとしての見た目を愛する学べる舐め回すという感じですよね。うわかっこいい、うわかっこいいね。じゃあちょっと何かを撮ってみようぞ、何かを撮ってみようぞ。よし、さあ回りました。これね、だいたい M マウントのレンズっていうのはよれないっていう弱点があるんですよ。で、もちろんこの 75mmF1.5 もよれないんですね。これで思いっくそこう頑張ってピントをこう合わせていこうとしても、ここかな、うん、だいたいこれ50センチぐらいあるかな、ここぐらい、これ以上はもうカツカツでね、ここまでしかいかないんですけど、ここでこの焦点工房のこのマクロヘリコイドが威力を発揮するわけですね。さらに回していく、回していくとレンズ自体が前に繰り出していきます。ここまで繰り出すんで、そうするとうん、ここまで寄れますね。うん、30センチ、今が50センチぐらいか、これで50センチぐらいか。うん、ヘリコイドがしまわれた状態だと、うん、こんな感じなんで70センチぐらいかな、だいたいこれぐらいの大きさの差が出てくるよね。マクロ機能を使うとここまでは寄れてしまう。いいね、ボケボケやな、しかしボケボケやなしかもこれさすが手ブレ補正しっかり効きますね。フォーカスを合わせる、うん、いやー普通に手ブレ補正めっちゃ効くしな、さすがやな S5、 さすがやな。もうさ、こういうそのアナログレンズの母感として S5 って最高なんじゃないの。いや良いわ、良いですわ。ちょっとさ、S1 につけてみようよ。S1 につけてみようよ。どうなるかな。意味ないだろうけど。今 40mm で撮ってますからね。40mm で撮ってるのを 75mm にするとどうなるのかっていうね。ちょっとやってみよう。
川ばっかりになってしまって申し訳ないですけど、やっぱちょっと高さがね、普通に座ったらこんな感じになるんで、ちょっとこうかがまないといけないですけど、こんなにボケますね。こんなでかい顔で YouTube する人いないですよね。さあ、なんか取りに行こう。75ミリでなんか取りに行こう。ただの、これは開封動画です。レビューではありません。買ってきた喜びをただ見せびらかして共有するというような、自己満足の動画なんですけども。まあ、作例は、そのうちね、出すやもしれませんし、出さぬやもしれません。とにかく、最近は僕はこの M 型マウント、うん、M マウントのレンズがすごく好きでして、特にこいつね、素晴らしいなと思ってます。35mmF1.4。本物のライカのズミルックス F1.4 ですけども、もうこいつの写りが本当に素晴らしくて、作品撮りというかもうアーティスティックな表現になってくれるなと、これで撮るだけでね。で、僕が今回買ったのは、ライカではないんですよ。ライカのパチモンみたいなもんですよ。言うたらね。まあ、パチモン言うたらあれですけども、フォクトレンダーという、うん、同じ M 型マウントを採用した、まあ、オールドレンズチックな、レンズですよね。うん、だけど、その、やっぱマニュアルの操作感、マニュアルで操作する、マニュアルでリングをひねって撮るというところとか、やっぱりあとは光学性能が、そのなんていうか、独特の写りがやっぱりあると思うんですよね。普通の現代のそのシグマとか、その、高解像度時代の、まあこれでも新発売のレンズやからね、なんとも言えないね。うん。あまり下手なこと言わんとこ。とにかくいろいろ撮ってから、言うんなら、うん、はい、とりあえず今日はここまでにしておきます。